the paintings painted under the name of Leonardo da Vinci are all modern paintings created using computer technology. Every painting is as perfect as a photograph. If you look at Leonardo's paintings from such a viewpoint, you can read the messages given to humans from King Christ after 1500 years, the messages which are hidden behind the paintings. And one of them is a painting titled The Last Supper. This painting is also full of mysteries, but therefore it also expresses light and shadow exactly like a photograph. Today, I will focus on the light and shadow of the Last Supper and examine it here in this video. Is the painting really the final and last supper? But my answer is no. The Last Supper is not a picture of the Last Supper, but a picture of the wedding ceremony between Jesus and Mary, the sister of Martha. I will prove that in this video, but aside from that, is the Last Supper really a picture of the supper? If it is a supper, the direction of the light of the sun is strange. You can see that the light is flowing from the top left front to the bottom right back. So you can see that this painting was drawn in the daytime, not in the evening. It's not a problem. If not, it is a Leonardo's painting. It's a problem because it's a Leonardo's painting. I am convinced that the picture of the Last Supper was also drawn using photographic technology. That is why the light and shadow are important. They also hide the key to solving the mystery of this painting. In other words, or as my conclusion of this painting, this painting of the Last Supper is not at least a painting of the supper after sunset. Leonardo da Vinci の名前で描かれた絵画はどれも現代でいうところのコンピューター技術を使って作られた絵画ばかりです。どの絵画も写真のように完璧です。またそういう視点でダ・ヴィンチの絵画を見ると、その絵画の裏に隠された1500年後のカイン・キリストから人間に与えられたメッセージを読み取ることができます。で、そのうちの一枚が最後の晩餐と題された絵画です。この絵画もまた謎に包まれ、そしてその絵画も写真のように正確に光と影が表現されています。今日はその光と影に焦点を当て、最後の晩餐を検証してみますが、本当にその絵画は最後の晩餐を描いたものなのでしょうか。が、私の答えはノーです。最後の晩餐は最後の晩餐を描いたものではなく、イエスとマルタの妹のマリアとの婚礼の様子を描いたものです。そのことをこの動画の中で証明しますが、それはさておき、最後の晩餐は本当に晩餐の絵なのでしょうか。もし晩餐なら光の方向が奇妙です。光は手前左上から右下の方向に流れているのがわかります。つまりこの絵画は昼間に描かれたものであることがこれでわかります。他の画家の絵ではありません。ダ・ヴィンチの絵画です。ダ・ヴィンチの絵画だからこそ問題なのです。この最後の晩餐の絵もやはり写真技術を使って描かれたものだと私は判断しています。だからこそその光と影にもその謎を解く鍵が隠されているのです。つまりこの最後の晩餐なる絵画は少なくとも日没後の晩餐の絵ではないということです。広志林、浜松 City, Japan。
私のワイフはダヴィンチの最後の晩餐の絵を見てこう言いました。なぜろうそくがないのかしらとですね。では最初からもう一度説明します。レオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いた最後の晩餐です。他の絵画がすべて現在でいうコンピューター技術を使って描かれていたと私は判断していますが、その視点で考えるとですね、この最後の晩餐もやはりコンピューター技術を使って描かれている、つまり正確に写真のように正確に描かれているということです。そこで今日は光と影に注目してみました。机の上のですね、テーブルの上のパンのようなものの影に注意してください。影は向かって右下にできています。ということは光はですね、左上から来ているということになります。他のパンも例外なく正確に、まあ、光が表現されているということになります。光は左上から右下に来ています。今日のこの動画のポイントの一つになりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。で、このテーブルの上の、まあ、パンのみならずですね、今度は足の方を見ていただきたいんですけども、テーブルの足ですね、その足の影もやはり同じように正確に表現されています。影がそれほどシャープでなく、かつ短いので、まあ、太陽光線といっても曇りのような日にこの絵画が描かれたということになるのかもしれません。ともかくも光の方向に注意してください。テーブルの影も正確に左上から右下に描かれているのがわかります。で、この光はどこから来ているかということなんですよね。で、マリアの額、おでこを見ていただきたいと思います。最も光っている部分に注意してください。おでこの中心部ですね。で、マリアのおでこを見るとですね、光はやはり左上から右下に来ているのがわかります。同じくイエスの今度は光と影に注意してください。顔半分で左の方が明るく、向かって右の方が暗いですね。ということはやはり光は左上から来ているということになります。特に鼻先の光に注意してください。鼻先はもろにその光を受けて最も明るくなっています。やはり光はですね、左上から右下に来ていることがこれでわかります。つまり光の方向がですね、結論として言えることは左上から右下に来ているということですね。はい、正面でもなく、また逆光でもなく、真正面からでもないということです。で、そのことはですね、天井の影を見ればわかります。左と右、注意してみてください。この3の作る影に注意してください。左の方はですね、向かって右側の方に影ができているのがわかります。丸の中に注意してください。右の方はですね、光が当たってますから、3のところが、まあ、明るくなっています。つまり光はですね、やはり左から右に来ていることがこれで証明されます。と同時にですね、今度は右の方を見てください。3の横棒よりも縦棒の方が暗いですね。ということは光は前面、手前の方から向こうの方に、まあ、流れているということになります。ということはですね、総合しますと光は、左上からですね、手前、左上から、右下、後方の方に流れているのがわかります。正確に描いてあります。つまり写真のように正確に描いてあるということですね。もっと言えば矛盾がないということです。で、結論的に言うとですね、壁を見てください。左の壁は暗いですね。そして右の壁は明るいですね。ということは結論的に、まあ、つまり光はですね、前方、左上から後方、右下の方に流れているということになります。ということはですね、この光はどこから来ているかということなんですけども、広間なんですよね。その証拠が背景の景色に残っています。これは誰が見ても昼間の景色です。まあ、明るい陽光といいますかね、それがさんさんと輝いているということになります。まあ、全体が暗い絵ですから、それも勘案して考えますと、まあ、真っ昼間の絵画ということになります。つまり最後の晩餐、晩餐と言われるような絵ではないということです。そしてワイフはこう言いました。最後の晩餐というのならどうしてろうそくがないのかしらとですね。現代はもちろん
電気というものがありますから、夜でもなくても構いませんけども、今から500年近く前の絵ということになればですね、当然ここにろうそくが描かれていてもおかしくはないということですね。つまりともかくもこの絵は晩餐、つまり日没後から就寝までの、まあ、夕食の時に描かれた絵ではないということになります。まあ、つまりこれもですね、林浩司のこれはイエスとマリアの婚礼の様子を描いた絵説を裏付けてくれると私は考えています。皆さんの判断はいかがでしょうか。なぜろうそくが描かれていないのでしょうか。最後の晩餐、晩餐、晩餐ですよ。ではバイ。To the left of Jesus sits Martha's sister Mary. However, there is no traitor Judas in here. Anyway, there are six people on each side of Jesus. Six people each. This is an important part of this mystery. This is because 66 means wedding in Jewish gematria.Leonardo da Vinci added Maria on the one hand and removed Judas on the other hand. And the number was dared to be 66. Do you know why? Because number 66 stands for wedding. イエスの左にはマルタの妹のマリアが座っていますが、この中には裏切り者のユダはいません。それはともかくもイエスの両側には6人ずつの人がいます。6人ずつです。ここが重要です。というのも66はユダヤのゲマトリアではウェディング、つまり婚礼を意味するからです。繰り返します。66はユダヤのゲマトリアではウェディング、つまり婚礼を意味するからです。ダ・ヴィンチは一方でマリアを描き加え、一方でユダを外しました。そしてその数をあえて66としました。繰り返しますが、66は婚礼を意味するからです。広林、浜松市、ジャパン。Miss Roxana Herandi, Portugal, wrote to me that the Pisces Sophia tells us about his wife and another female disciple. We Gnostics know that Jesus was married. グノーシス派の聖書であるピスティス・ソフィアによれば、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいました。私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っています。Pistis Sophia is a Gnostic text discovered in 1773.Possibly written between the 3rd and 4th centuries AD. The existing manuscript, which some scholars place in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. Again,including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. Jesus visits the home of
Lazarus, Martha, and Mary of Bethany, the latter typically conflated in Catholic medieval tradition with Mary Magdalene, though the New Testament probably means a different person.ここにあるマルタについて、ウェブリオ世界宗教用語大辞典には次のようにあります。大変重要な部分かと思いますので、注意してお聞きください。マーサ、つまりマルタについてですが、新約聖書の中の女性、ベタニアに住み、妹マリアと共に知られている。イエスの接待をよくし、キリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して、逆にイエスから注意されたというと。もう一度繰り返します。妹のマリアがイエスの話に聞き入るばかりなのをマルタが非難して、逆にマルタがイエスから注意されたというのです。皆さんは何かをピンと感じませんか？さらに、Wikipedia English の方には次のようにあります。中世のカトリックでは、マルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられていると。つまり以前はですね、マルタの妹のマリアとマグダラのマリアが同一人物であると考えられていたのですが、今ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりマリア三人説ということになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。そしてそのマルタの妹のマリアをイエスがかばったというのです。もう一度繰り返します。マルタの妹がイエスの話に聞き入るばかりであるのをですね、マルタが非難して、逆にそのマルタがイエスから注意されたというのです。つまりいいじゃないかマルタ、いいじゃないかとです。私はそのように解釈しました。皆さんは、繰り返しますが、このイエスの態度に何かを感じませんか？私は感じます。冒頭の話に戻ります。最後の晩餐と題された絵画です。この中にはイエスと12人の弟子が描かれていると言われていますが、この中にはユダは描かれていません。代わりにマルタの妹のマリア、つまりイエスの妻が描かれています。つまりこうしてあえてダヴィンチはですね、イエスの両側に6人ずつを配置することにこだわりました。ユダはこの時すでにイエスを裏切っていました。で、なぜ6人ずつなのかということになりますが、66、つまり66はユダヤのゲマトリア、つまり暗号によればウェディング、結婚、あるいは婚礼を意味するからです。つまりここに描かれているのは最後の晩餐という題で示されるような絵ではなくて、つまりはイエスの婚礼、イエスの婚礼ということになります。このような形でレオナルド・ダ・ヴィンチはあえて66にこだわったということになります。続く動画をどうかお楽しみください。
media writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。 Also Pistis Sophia, the Holy Bible of Gnosticism, which is a Gnostic text discovered in 1773, possibly written between the 3rd and 4th centuries AD, writes that the existing manuscript, which some scholars placed in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. 一方、ピスティス・ソフィアには次のように書かれています。ピスティス・ソフィアというのは、1773年に発見されたグノーシス文書のことを言います。それは3世紀から4世紀の間に書かれた可能性があるというのです。現存する文書は学者によれば4世紀後半のものとされていますが、弟子たちが集まっているところに姿を変えたイエスが現れたというのです。そのグノーシスの教えに関係したものということになっています。その弟子の中にはイエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマーサ、マルタが含まれているというのです。And a controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is mostly likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published in the Harvard Theological Review. そしてナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告Harvard Theological Review によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 Most likely ということが分かってきました。 The papyrus fragment known as the Gospel of Jesus' wife has been the subject of widespread debateSince it was discovered in 2012, because it includes a phrase, Jesus said to them, My wife. そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られています。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっています。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻は、繰り返します。私の妻はという記述があったからです。Then, the question is that, who Mary the Magdalene was and where she was from? And the biggest question is that, who his wife was, if Jesus his own wife?問題はマグダラのマリアとは誰なのか、どこから来たのかが
最大の謎は、もしイエスに妻がいたとするなら、その妻とは誰なのか、マグダラのマリアのことなのか、あるいは別の人物なのか。今日はその謎解きに迫ってみます。広し林、浜松シティ、ジャパン。今ご覧いただいているのは、皆さんご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる最後の晩餐と呼ばれている絵です。しかしレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、他の絵の中でもそうですけども、一つのテーマを描きながら全く別のメッセージをその中に数多く隠し込んできました。で、最後の晩餐もその中の一枚であると私、林浩司は判断しています。この最後の晩餐での最大のポイントはですね、イエスが中心に座っていますけども、そのイエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物は誰かということです。一般にはヨハネということになっていますが、この人物はどう見ても女性顔です。で、私、林浩司はその、イエスの向かって左側に座っている人物はマグダラのマリアではないかという仮説を立てて、今まで話してきましたが、それでも辻褄が合わなくなります。それについては別のところでまた話しますけども、このイエスの向かって左側に座っているこの人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。となると、この最後の晩餐の絵は何かということになりますが、それは今日の結論ということになりますが、それを先に話しておきます。つまりこれはイエスの結婚式の様子を表現したものだと私、林浩司は判断しています。もっと分かりやすく言えばですね、イエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物はイエスの妻ということになります。となると、その妻は誰かということになります。今日はその謎解きに迫ってみます。そういう意味では、今日の謎解きはとっても楽しい謎解きということになるのかもしれません。で、その謎解きのきっかけとなったのが、マイケランジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵です。私はこの絵はですね、イエスと18人の弟子を描いた絵というふうに判断しています。で、それをこれから順に説明しますが、今赤枠で囲ったのが、これがマリアです、イナーナです。そしてその右と言いますか、黄枠で囲ったのがシャマーシュ、イエスです。神聖数はイナンナは15、シャマーシュは20です。それをちょっと記憶に入れておいてください。そしてこの絵はアゴスチノ・ヴェネチアーノの描いた絵ですけども、この絵の中には一文字で数字が隠し込まれていました。1502とあります。15というのは先ほど言いましたようにイナンナの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きすることができましたから、02は20と読み直します。つまりここに描かれているのは、一番左にイナンナ、一番右にシャマーシュということになります。そしてこの絵とですね、先ほど言いましたミケランジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵と比較してみます。上がアグスチノ・ヴェネチアーノの描いたスケッチ画ということになります。そして下がですね、ミケランジェロ・ブラノティに描いたカッシナの戦いの絵ということになります。するとですね、両者に全く同じ人物がいることがわかります。もう一度上と 下を比較してみてください。赤枠で囲ってみました。上がイナンナですから、下もイナンナ、つまりマリアということになります。そして黄枠で囲った人物を比較してみてください。全く同じです。ということは、この上がシャマーシュですから、下もシャマーシュということになります。で、このシャマーシュは誰かということなんですけども、頭を見ていただくとその謎が解けます。頭には花冠をかぶっています。中世の絵というのはですね、左右端にですね、下端に中心的な人物を描く習わしになっていたようです。ともかくもこの人物はですね、頭に花冠をつけている、つまりこの群像の中で長であることを示します。つまりイエスということになるわけです。で、シャマーシュ・イエス先生とつながっていくわけですけども、それは今日のポイントではありません。で、頭を、念のために見てください。
で、その頭を拡大してみるとですね、花冠をかぶっているのがわかります。つまり王、この中の長であることを示すということになります。イコールイエスということになります。で、話を先に進めていきますが、もう一度確認してください。赤い枠で囲ったのがイナンナです。マリアです。で、この人物は足の皮をベロッと剥いでいますね。そして右下の人物はシャマーシュです。この人物も足の皮をベロッと剥いでいます。靴下を剥いているのではありません。皮を剥いでいます。で、この中には他に2人の女性がいます。で、それを注意深く見ていただきたいんですけども、この赤い四角で囲った部分に注意してください。ここには女性の性器が正確に表現されています。つまりこの人物は女性ということになります。で、もう一人右ですね、この人物には胸があります。女性の胸があります。つまりこの人物も女性ということになります。つまりこのカシナの戦いの中にはマリアを含めると3人の女性、少なくとも3人の女性が描かれているということになります。で、もう一人怪しい人物がいるわけですけども、この人物は私は男性だと判断していますが、体つきから考えて今ピンクの四角で囲った人物ですけども、まあ女性ではないかなということで分かりませんが、しかしここではですね、クエスチョンマークをつけておきます。まあ、ともかくもここには少なくとも3人の、まあ、女性がいるということですね。で、そのことをですね、ピスティスソフィアには次のように書いてあります。この情報はですね、ポルトガル在住のですね、時々情報を送ってくださるロクサーナ・ハランディさんという方からいただきました。つまりグノーシス派の聖書であるピスティスソフィアによればですね、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいたというのです。で、私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っていますとです。そこでもう一度整理してみます。マリアですね、バージンマダー、イエスの母ということになっています。そして同じマリアですけども、マグダラのマリアということになります。そしてもう一人の、まあ、女性というのはマルタ、英語読みではマーファとなります。で、この3人の女性が登場するということになります。となるとマルタというのは誰のことなのでしょうか。そこでもう一度冒頭で話しましたことを思い出していただきたいと思うんですけども、その弟子の中には一番下ですね、イエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマルタ、つまりマーサが含まれているというのです。となりますと、この3人を合わせて私はマリアというのではないかと考えています。マリア3人説ということになりますが、根拠がないわけではありません。マルタ、つまりマーサというのは新約聖書の中に出てくる名前ですが、次のようにあります。新約聖書の中の女性、ベタニアに住み妹マリアとともに知られている、イエスの接待をよくしキリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して逆にイエスから注意されたというのです。ここにマルタの妹としてマリアという名前が出てきます。つまりマルタとマリアは大変近い関係にあった、姉妹の関係にあったということになります。で、その妹のマリアについて次のように書いてあります。中世のカトリックではマルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書では
マルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりここで3人のマリアが出揃うことになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。で、中世の常識に従えばマルタの妹のマリアイコールマグダラのマリアということになると、イエスの妻はもう一人の女性、つまりマルタ、英語名マーサになるのではないでしょうか。あるいはその可能性もあるというレベルの話なのかもしれません。さらに現在の解釈によればですね、マルタの妹のマリアがですね、マグダラのマリアではないということになりますと、もう一人のマリアがそこに登場する、イコールそのマリアこそがひょっとしたらイエスの妻ということになるのかもしれません、まあ、ともかくもイエスの妻はそのマリアか、あるいはマルタということになります。現在イエスの妻の福音書と呼ばれているパピルスの断片にはですね、イエスが私の妻は私の妻はと語っている部分があるというのです。つまりイエスには妻がいたということになりますが、その妻というのは流れからするとですね、イエスの世話をしていたマルタということになるのかもしれません、まあ、イエスの妻の名前は誰であるか分かっていませんが、マルタもしくはその妹のマリアということになるのかもしれません。私はマルタ、マーサがイエスの妻ではなかったかと考えています。で、話を戻しますが、最後の晩餐の絵はあれは晩餐の絵ではなくて、まさにイエスとマルタ、あるいはマーサの結婚式の様子を表現したものだと考えています。続く動画の中でそれを皆さんにご覧いただきます。で、結論というかそのおさらいになります。この女性の安らかな笑顔に注意してください。ともかくも最後の晩餐という絵はですね、つまりは最後の晩餐というような晩餐を描いたものではなくて、これはイエスと、まあ、マリア、あるいはマルタの結婚式、もしくは婚約発表風景を描いたものであると考えるのはごく自然なことです。というのも、先ほど言いましたように、イエスの向かって左側に、まあ微笑んでいる女性はですね、これはどう見ても女性であり、ヨハネということには無理があるということですね。と同時に、マリアの名前というのは聖書の中にも最も多く出てきているということです。そしてマリア、マリアと呼んでいますけども、そのマリアというのは今でもなく、まあ、いわゆる聖母マリアのことでもないし、またマグダラのマリアのことでもないわけですが、マグダラのマリアと言われている人はイエスのそばに長くいたということになってきますと、その都度マグダラのマリアと断っていたわけではなくて、マリアという人物がそばにいたということになるわけです。で、そのマリアとは誰かという、まあ、謎を解くヒントがですね、つまりはマルタにあったわけです。つまりイエスの世話係、世話役をしていた女性ということになるわけです。では、そのマルタがイエスの妻であったかというと、まあ、マルタという名前は一度しか出てきていないわけですね。となると、やはりイエスの妻はマリアということになるわけです。となると、マルタとマリアの関係ですけども、姉妹という関係からですね、マルタの妹のマリアがイエスの妻になった可能性がぐんと高くなるということです。そういう点からですね、この最後の晩餐の中で表現されている、まあ、女性は、私はマルタもしくは
マルタの妹のマリアであると判断しました。今のところまだ仮説と位置づけた方が正しいのかもしれませんが、しかしダ・ヴィンチなる画家はですね、このような手法で絵をたくさん描いています。例えば聖ジェロームをテーマにしながら神を描いた、あるいは岩窟の聖母をテーマとしてラミアを描いた、あるいは受胎告知をテーマとして魔女のストリクスを描いたなどなど、そうした例は大変多いと言いますか、その流れの中に最後の晩餐の絵もあると判断するということはそれほど間違っていないと思います。つまり最後の晩餐をテーマにして、つまりはイエスとマリア、もしくは マルタの結婚式、もしくは婚約発表の様子を描いたものというふうに考えるというわけです。でその婚約発表もしくは結婚式の様子をこのような形で表現したということになるわけです。まあ、当然裏切り者のユダはいないということになるわけですね。ですから、まあ、中央左に描かれているのはヨハネではなくて、つまりはイエスの妻ということになるわけです。となるとこの雰囲気ですね、今皆さんにもう一度ご覧いただきたいんですけども、この、まあ、女性ですね、これどう見ても女性なんですよね。その証拠に、岩窟の聖母の女性と全く同じということになるわけです。ですから、まあ、イエスの妻をですね、このように形でテーマとして描きながらも、その向こうで、まあ、魔女ラミアを描き、そしてその向こうでイエスの妻を描いたということになるのではないでしょうか。今確認していただいているのはですね、左の人物はこれは女性であるということですね。ヨハネであるというふうに位置づけるものですから、話がわけ分からなくなっていますかね、混乱するということになるのではないでしょうか。素直に見れば女性である。となるとこの女性は誰かということなんですけども、流れからするとイエスの妻ということになる、イコールその妻イコールマリアということになりますと、まあ、マルタの妹のマリアと考えるのが自然な流れということになるのではないでしょうか。まあ、この女性をですね、左の女性をマグダラのマリアと結びつけてしまうと、やはりいろんな場面で無理が生ずるということになるわけです。もっと分かりやすく言えばですね、マリアは3人いたということになります。いわゆる、まあ、聖母マドンナのマリアと、それからマグダラのマリアと、それからマルタの妹のマリア、イコールイエスの妻ということになるのではないでしょうか。まあ、しかしマルタが妻であった可能性も捨てきれませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきます。ということで、続く動画をどうかご覧になってください。最後の晩餐はつまりはイエスとマリアの結婚式の様子を表現したものであるという大変楽しいロマンチックな動画ということになります。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery
according to a paper published today in the Harvard Theological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which leads some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. 本題に入る前に一言。この絵は最後の晩餐と言われている絵です。日本語で晩と言いますと夕方を指しますが、英語で晩というと日没後から寝るまでの時間帯を言います。そのイーブニングにとる食事がサパーということになります。で、この絵の題はラストサパーとなっています。で、中央にいる人物がイエスであることには間違いないと思いますが、向かってその左側にいる人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。つまり、この絵は世間一般で言われているような最後の晩餐というような深刻な絵ではなくて、むしろその真逆、もっと楽しい風景を描いた絵ではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのもその中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient.And not of modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Technological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase.Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which led some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. Who is his wife? And what is she?広志林、浜松テリー、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐の絵です。この中にイエスを中心として12人の弟子の姿が描かれているといいますが、本当にそうなのでしょうか。
本当に12人の弟子なのでしょうか。右から順に名前を拾ってみます。サイモンです。タデウスです。マテューです。フィリップです。ジェームズです。トーマスです。そして今度は左端へ来てバーフロメウです。ジェームズです。アンドリューです。手前にいるのがユダ、つまりユダです。そして後ろにいるのがピーター、そしてイエスの最側近にいるのがジョン、つまりヨハネです。念のために他の資料でも調べてみました。同じです。特に注意していただきたいのがイエスの向かって左側にいるジョンと、そしてユダです。ジョンというのは最も重要な弟子の一人でしたが、私林博士はイエスの向かって左側にいる人物はマグダラのマリアと判断しました。赤い色をつけてみました。が、これがもしマグダラのマリアなら、イエスは最も重要な最後の晩餐の席に女性であるマグダラのマリアを連れてきたことになります。ただならぬ関係ということになります。さらにその左に、そこにいてはならない人物、つまりユダが座っています。緑色の色をつけてみました。もし赤い色の人物がマグダラのマリアであるとするならば、数が合いません。12人の弟子のはずです。もう一人はどこへ行ったか、言い換えるとユダがここにいてはいけないということになりますが、ユダはいます。なぜでしょうか。が、ここにいる赤色で塗った人物はマグダラのマリアです。聖母マリアとマグダラのマリアは一人二役の、言うなれば操り人形マリアでした。その証拠がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の絵の中に残っていました。ルーブル版です。右が岩窟の聖母の中に描かれている聖母マリアです。そして左がイエスの向かって左側に座っている人物です。比較してみてください。全く同じです。衣服の模様も同じです。顔も違いがありません。やや垂れ目の目になっています。皆さん自身で確認してください。今日の最も重要なポイントです。この両者は同じです。ついでに衣服の色も比較してみてください。左の人物の服の色と下のイエスの服の色は赤と青がちょうど反転した形で同じです。ここまで同じであるにもかかわらず、左の人物はジョン、つまりヨハネということになっています。なぜでしょうか。言うまでもなく、ここにマグダラのマリアがいるということはローマンカトリックにとってはまことにもってまずいということになります。が、誰が見ても向かって左側の人物はマリア、そして林博士のマリアイコールマグダラのマリア説を重ねるなら、さらにさらにまずいということになります。が、この左側の人物はマグダラのマリアです。が、ここに座っている人物が
マグダラのマリアであるとすると、さらに深刻な問題が起きてきます。今まで人間史の中で永遠と積み重ねてきた12人の弟子とその名前が総崩れになってしまうからです。一人足りないことはもちろんのこと、イエスの最側近の人物がヨハネでないとすると、順送りにドミノ倒しのように名前と顔がずれていきます。言い換えると、この最後の晩餐を土台にして考えてきた人間史は一体何であったかということになってしまいます。もちろん私林博氏はこの絵の中にユダはいるはずもない、いるべきではないと考えています。その理由の一つがミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵です。あのカッシナの戦いの絵の中には12人プラスアルファの弟子が描かれていますが、ユダの姿はありません。ユダの手だけが水の中から出ています。が、なぜかユダがいます。なぜユダがこんなところにいるのでしょうか。そしてヨハネはどこにいるのでしょうか。さらにマグダラのマリアがなぜここにいるのでしょうか。繰り返しますが、イエスにとっても最重要であったはずの最後の晩餐の席にマグダラのマリアがそこにいたということになります。つまりこの時点においてマグダラのマリアはイエスにとっては妻以上の存在であったということになるのではないでしょうか。右がイエス、そして左がマグダラのマリアです。同じような絵がイタリアのサンタ・マリア・マジョリーナ・カシドラルにあります。イタリアでも最大のマリア教会です。そこにこんな絵画が残っています。左がイエス、右がと言いたいんですけども、イエスよりも若い感じがします。イエスはこの時33歳前後ですから、その右にいるマリアは聖母マリアということはありえません。もし聖母マリアなら50歳以上になっているはずです。もう皆さんお分かりかと思いますが、マグダラのマリアはイエスにとっては妻以上、あるいは妻そのものでした。その証拠がイエスの妻の福音書と呼ばれているものです。以前からこの福音書があることは知られていましたが、偽物ではないかという説もありました。ともかくもそれについての結論が出ましたので報告します。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告ハーバードテクノロジカルレビューによれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 most likely と書いてありますけれども、ということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのもその中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。繰り返します。その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。またその断片はこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になるのを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。
結論ということになりますが、イエスには妻がいた。しかもその妻というのはマグダラのマリアであったということになると、ローマンカトリックにとっては誠に誠に誠にもってまずいということになります。つまり今までのローマンカトリックのあの厳しい戒律は何であったかということになってしまいます。言い換えると、今までローマンカトリックが作り上げてきた人間史は何であったかということにもなってしまいます。裏を返していると、これこそまさに捏造された人間史の一例ということになるのではないでしょうか。皆さん自身で判断してください。 Bye for now。Wikipedia writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers.She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。つまり他の弟子以上の弟子であったと。広し林浜祭りジャパン。1500年後の、つまりルネサンスの時代に現れたイエス・キリストの操り人形芸術家であったのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる壁画が最後の晩餐の壁画です。その壁画の中央に座っているのがイエス・キリストということになります。そしてその向かって左側に座っているのが誰かということですけども、一般には弟子のヨハネと言われていますが、本当にそうでしょうか。ヨハネと言われている人物に注意してください。どう見ても女性顔にしか私には見えないのです。そこで調べてみると、大変よく似た人物が別の絵の中に描かれているのが分かりました。岩窟の聖母という絵の中です。この中央に座っているのが岩窟の聖母、つまりマリアということになります。拡大し先の最後の晩餐の絵の中に描かれている人物と比較してみます。この両者は全く違いがないという点で同じ人物と判断しました。2012年に発表しました。皆さん自身でも比較してみてください。つまり右が聖母、つまりマドンナ・マリアであるならば左もマドンナ・マリアということになりますが、年齢が合いません。右から左までの年月はイエスの生涯を考え合わせるなら少なくとも33年
33年の年月が流れているということになります。右は聖母マリア、左はマグダラのマリア、つまり聖母マリアイコールマグダラのマリア、私のマリア一人二役説はこんなところから生まれました。つまり一般に言われているように、左の人物はこれは弟子のヨハネではありません。絵を見れば一目瞭然です。がそのことを知っていた人がもう一人いました。それがもう一人の1500年後のイエスの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブアノルティです。1500年後のイエスは同じコンセプトをミケランジェロの彫刻を通して表現しています。ピエタ像です。処刑されたイエスを抱くマリア、聖母マリアということになっています。その顔と同じくミケランジェロが彫刻したとされる聖母子の中に表現されているマリアの顔と比較してみてください。この両者は全く同じですがおかしいと思いませんか。少なくともその間には少なくとも33年の年月が流れているはずですが、左のマリアは全く年を取っていません。一般にはマリアは年を取らなかったと説明されていますが、本当にそう考えてよいのでしょうか。がここに先に説明しましたように、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説を重ね合わせてみると、その謎が簡単に解けるのではないでしょうか。つまりダヴィンチなる画家の2枚の絵を通して表現されているその思想と、ミケランジェロなる芸術家の2つの彫刻を通して表現されているその思想がこうして一致しているということです。上がミケランジェロの2つの彫刻です。下がダヴィンチの2枚の絵です。向かって右が聖母マリア、向かって左がマグダラのマリアということになります。つまり繰り返しますが、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説はこうして生まれましたが、それだけではありません。さらにその上にマリアイコールイナンナ・イシュタール説を重ね合わせてみると、ここに表現されているマリア・マリアはつまりは替え玉マリアということになります。私たちが知っている貼り付けにあったイエス・キリストが替え玉であったように、マリアもまた替え玉であったということになります。つまりイナンナ・イシュタールがマリアという替え玉を操って私たち人間を指導していたということになります。上の像がイナンナ・イシュタールです。もちろんイナンナ・イシュタールは人間ではありませんでした。神です。その証拠の一つがこの像の目の中に残っていました。このイナンナ・イシュタールの目に注意してください。目の中に目があります。つまりこのイナンナ・イシュタールはオーバーオールヘルメットをかぶっているということになります。ついでながらキリストが生まれる以前からイナンナ・イシュタールのヘブライ名、ラテン名はマリアでした。エジプトでもマリと呼ばれていました。それはともかくも古代の神々も含めてマリアもまた仮面を必要とする神であったということになります。もう一度簡単に検証してみます。イナンナ・イシュタールです。そしてこのような仮面も見つかっています。左はオーバーオールヘルメット、つまりすっぽり型の仮面ということになります。そして右はいわゆるマスク、仮面ということになります。
この両者は全く同じです。さらに、イナンナ・イシュタールが仮面をかぶっていたという決定的な証拠を皆さんにお見せします。それがこの右の図ということになります。左の像をですね、右のように図解したというわけです。そして頭の後ろを見ていただきたいのですけども、その後ろには2本のマスクバンドが取り付けられているのがわかります。つまりオーバーオールヘルメットをこのような形でバンドで留めていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールはこうしたオーバーオールヘルメット、もしくは仮面を必要とする女神であったということになります。そしてその女神と人間の間に立ったのが替え玉マリアということになります。そしてその替え玉マリアは聖母マリアと言われているマリアとマグダラのマリアと呼ばれているマリアは一人二役の同一人物であったということになります。言うまでもなく、イナンナ・イシュタールのシンボルマークは八方向に伸びる金星のマーク、そしてマリアのシンボルマークも同じ八方向に伸びる星のマークです。Thank you.
Shamash Jesus was already dying before he was crucified and executed. I mean, Shamash Jesus was killed. But who killed him? The key to solving the mystery is Michelangelo Buonarroti's entombment. In the picture, Shamash Jesus is drawn in the center and from the lower left, Angel, John the Baptist, Judas the traitor, Humbaba the master of Mesopotamia, Martha's sister Mary, wife of Shamash Jesus, and Inanna Maria on the right side of Shamash Jesus. These individuals were involved in the murdering of Shamash Jesus. In the following videos, I, Hiroshi Hayashi, would like to prove that these figures, together with dying Shamash Jesus, are drawn in entombment. Shamash Jesus は十字架にかけられ処刑される前にすでに瀕死の状態でした。つまり殺されていましたが、誰がシャマーシュイエスを殺したか、その謎を解く鍵がミケランジェロ・ブラヌティの描いたとされる埋葬の絵ということになります。その絵の中には中央にシャマーシュイエス、そして左下から天使バプティストのヨハネ、裏切り者のユダ、メソポタミアの怪獣フンババ、マルタの妹、つまりイエスの妻のマリア、そしてイナンナ・マリアがイエスの右側に描かれています。これらの人物がシャマーシュ・イエスの殺害に加担していました。埋葬の絵の中にはこれらの人物が順に描かれていることを証明し、そしてシャマーシュ・イエスが殺害されたことを証明します。広島やし、浜松市、ジャパン。Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved. ヨハネ第13章23には次のようにあります。さてイエスの懐には一人の弟子が寄りかかっていた。イエスはこの弟子を愛されていた。聖書英語版の方では次のようになっています。 Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples whom Jesus loved. つまりイエスの胸に寄りかかっていた。そしてイエスはその弟子を愛していた。普通男性が男性に対して使う言葉ではありません。でそのヨハネの13章23に基づいてこのような絵も描かれています。となると話が複雑になってきます。男と女の関係は常に複雑ですよね。つまりここに描かれている絵は最後の晩餐ではなくて、ひょっとしたらひょっとしてですよ、あくまでも私の仮説ですけども、最後の晩餐というふうに理解されていますが、実はそうではなくて、イエスが彼の愛する女性と、つまりは
婚約発表をしている絵ということになるのではないでしょうか。つまりはですね、結婚を宣言した絵ではないかということも考えられるということです。あくまでも楽しい楽しい仮説ですが、私林浩司はそのように考えています。がここで終わったのでは謎を解いたということになりません。ではその女性とは誰かということですけども、先に結論を話しておきます。イエスの世話人にマルタ、英語名マーサという女性がいました。聖書の中にもその名前が出てきます。そのマルタの妹がマリアでした。そのマリアこそが、つまりはイエスの妻であったというのが、私林浩司の説ということになります。続く動画の中でそれを詳しく説明します。Writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion andResurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. Wikipedia 百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付け及び復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。 Also, Pistis Sophia, the Holy Bible of Gnosticism, which is a Gnostic text discovered in 1773,
possibly written between the 3rd and 4th centuries AD, writes that the existing manuscript, which some scholars placed in the late 4th century, relates one Gnostic group's teachings of the transfigured Jesus to the assembled disciples, including his mother Mary, Mary Magdalene, and Martha. 一方、ピスティス・ソフィアには次のように書かれています。ピスティス・ソフィアというのは、1773年に発見されたグノーシス文書のことを言います。それは3世紀から4世紀の間に書かれた可能性があるというのです。現存する文書は学者によれば4世紀後半のものとされていますが、弟子たちが集まっているところに姿を変えたイエスが現れたというのです。そのグノーシスの教えに関係したものということになっています。その弟子の中にはイエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマーサ、マルタが含まれているというのです。 And a controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had aWife is mostly likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published in the Harvard Theological Review. そしてナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告 Harvard Theological Review によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく、古代のものである可能性が高い。Most likely ということが分かってきました。The papyrus fragment known as the Gospel of Jesus' wife has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phraseJesus said to them, My wife. そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られています。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっています。というのも、その中にイエスは彼らに、私の妻は、繰り返します。私の妻はという記述があったからです。 Then the question is that who Mary the Magdalene was and where she was from, and the biggest question is that who his wife was if Jesus his own wife. 問題はマグダラのマリアとは誰なのか、どこから来たのかが最大の謎は、もしイエスに妻がいたとするなら、その妻とは誰なのか、マグダラのマリアのことなのか、あるいは別の人物なのか。今日はその謎解きに迫ってみます。広志林、浜松シティジャパン。今ご覧いただいているのは、皆さんご存知のレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる最後の晩餐と呼ばれている絵です。しかしレオナルド・ダ・ヴィンチはですね、他の絵の中でもそうですけども、一つのテーマを描きながら全く別のメッセージをその中に数多く隠し込んできました。で、最後の晩餐もその中の一枚であると私林博士は判断しています。この最後の晩餐での最大のポイントはですね、イエスが中心に座っていますけれども、そのイエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物は誰かということです。一般にはヨハネということになっていますが、この人物はどう見ても女性顔です。で、私林博士はその、イエスの向かって左側に座っている人物は
マグダラのマリアではないかという仮説を立てて、まあ、今まで話してきましたが、それでも辻褄が合わなくなります、まあ、それについては別のところでまた話しますけども、このイエスの向かって左側に座っているこの人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。となると、この最後の晩餐の絵は何かということになりますが、それは今日の結論ということになりますが、それを先に話しておきます。つまりこれはイエスの結婚式の様子を表現したものだと私林浩司は判断しています。もっと分かりやすく言えばですね、イエスの向かって左側、つまりイエスの右側に座っている人物はイエスの妻ということになります。となるとその妻は誰かということになります。今日はその謎解きに迫ってみます。そういう意味では今日の謎解きはとっても楽しい謎解きということになるのかもしれません。で、その謎解きのきっかけとなったのがマイケランジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵です。私はこの絵はですね、イエスと18人の弟子を描いた絵というふうに判断しています。で、それをこれから順に説明しますが、今赤枠で囲ったのが、これがマリアです、イナーナです。そしてその右と言いますか、黄枠で囲ったのがシャマーシュ、イエスです。神聖数はイナンナは15、シャマーシュは20です。それをちょっと記憶に入れておいてください。そしてこの絵はアゴスチノ・ヴェネチアーノの描いた絵ですけども、この絵の中には一文字で数字が隠し込まれていました。1502とあります。15というのは先ほど言いましたようにイナンナの神聖数です。20はシャマーシュの神聖数です。古代ヘブライ語は左右自由に読み書きすることができましたから、02は20と読み直します。つまりここに描かれているのは、一番左にイナンナ、一番右にシャマーシュということになります。そしてこの絵とですね、先ほど言いましたミケランジェロ・ブラノティの描いたカッシナの戦いの絵と比較してみます。上がアグスチノ・ヴェネチアーノの描いたスケッチ画ということになります。そして下がですね、ミケランジェロ・ブラノティに描いたカッシナの戦いの絵ということになります。するとですね、両者に全く同じ人物がいることがわかります。もう一度上と 下を比較してみてください。赤枠で囲ってみました。上がイナンナですから、下もイナンナ、つまりマリアということになります。そして黄枠で囲った人物を比較してみてください。全く同じです。ということは、この上がシャマーシュですから、下もシャマーシュということになります。で、このシャマーシュは誰かということなんですけども、頭を見ていただくとその謎が解けます。頭には花冠をかぶっています。中世の絵というのはですね、左右端にですね、下端に中心的な人物を描く習わしになっていたようです。ともかくもこの人物はですね、頭に花冠をつけている、つまりこの群像の中で長であることを示します。つまりイエスということになるわけです。で、シャマーシュ・イエス先生とつながっていくわけですけども、それは今日のポイントではありません。で、頭を、まあ、念のために見てください。で、その頭を拡大してみるとですね、花冠をかぶっているのがわかります。つまり王、この中の長であることを示すということになります。イコールイエスということになります。で、話を先に進めていきますが、もう一度確認してください。赤い枠で囲ったのがイナンナです。マリアです。で、この人物は足の皮をベロッと剥いでいますね。そして右下の人物はシャマーシュです。この人物も足の皮をベロッと剥いでいます。靴下を剥いでいるのではありません。皮を剥いでいます。で、この中には他に2人の女性がいます。で、それを注意深く見ていただきたいんですけども、この
赤い四角で囲った部分に注意してください。ここには女性の性器が正確に表現されています。つまりこの人物は女性ということになります。でもう一人右ですね、この人物には胸があります。女性の胸があります。つまりこの人物も女性ということになります。つまりこのカシナの戦いの中にはマリアを含めると3人の女性、少なくとも3人の女性が描かれているということになります。でもう一人怪しい人物がいるわけですけども、この人物は私は男性だと判断していますが、体つきから考えて今ピンクの四角で囲った人物ですけども、まあ女性ではないかなということで分かりませんが、しかしここではですねクエスチョンマークをつけておきます。まあともかくもここには少なくとも3人の、まあ、女性がいるということですね。でそのことをですね、ピスティスソフィアには次のように書いてあります。この情報はですねポルトガル在住のですね時々情報を送ってくださるロクサーナ・ハランディさんという方からいただきました。つまりグノーシス派の聖書であるピスティス・ソフィエによればですね、イエスには妻ともう一人の女性の弟子がいたというのです。で私たちグノーシス派はイエスが結婚していたことを知っていますとです。そこでもう一度整理してみます。マリアですね、バージンマダー、イエスの母ということになっています。そして同じマリアですけどもマグダラのマリアということになります。そしてもう一人の、まあ、女性というのはマルタ、英語読みではマーファとなります。でこの3人の女性が登場するということになります。となるとマルタというのは誰のことなのでしょうか。そこでもう一度冒頭で話しましたことを思い出していただきたいと思うんですけども、その弟子の中には一番下ですね、イエスの母のマリア、マグダラのマリア、それにマルタ、つまりマーサが含まれているというのです。となりますとこの3人を合わせて私はマリアというのではないかと考えています。マリア3人説ということになりますが、根拠がないわけではありません。マルタ、つまりマーサというのは新約聖書の中に出てくる名前ですが、次のようにあります。新約聖書の中の女性、ベタニアに住み妹マリアとともに知られている、イエスの接待をよくしキリスト教婦人の象徴とされるが、妹がイエスの話に聞き入るばかりなのを非難して逆にイエスから注意されたというのです。ここにマルタの妹としてマリアという名前が出てきます。つまりマルタとマリアは大変近い関係にあった、姉妹の関係にあったということになります。でその妹のマリアについて次のように書いてあります。中世のカトリックではマルタの妹のマリアがマグダラのマリアと同一視されていたが、新約聖書ではマルタの妹のマリアとマグダラのマリアは別人であると考えられているというのです。つまりここで3人のマリアが出揃うことになります。聖母マリアとマグダラのマリアと、そしてマルタの妹のマリアということになります。で中世の常識に従えばマルタの妹のマリアイコールマグダラのマリアということになると、イエスの妻はもう一人の女性、つまりマルタ、英語名マーサになるのではないでしょうか。あるいはその可能性もあるというレベルの話なのかもしれません。さらに現在の解釈によればですね、マルタの妹のマリアがですねマグダラのマリアではないということになりますと、もう一人のマリアがそこに登場する、イコールそのマリアこそがひょっとしたらイエスの妻ということになるのかもしれません。まあ、ともかくもイエスの妻はそのマリアか、あるいはマルタということになります。現在イエスの妻の福音書と呼ばれているパピルスの断片にはですね、イエスが私の妻は
私の妻はと語っている部分があるというのです。つまりイエスには妻がいたということになりますが、その妻というのは流れからするとですね、イエスの世話をしていたマルタということになるのかもしれません。まあ、イエスの妻の名前は誰であるか分かっていませんが、マルタもしくはその妹のマリアということになるのかもしれません。私はマルタ、マーサがイエスの妻ではなかったかと考えています。で、話を戻しますが、最後の晩餐の絵は、あれは晩餐の絵ではなくて、まさにイエスとマルタ、あるいはマーサの結婚式の様子を表現したものだと考えています。続く動画の中でそれを皆さんにご覧いただきます。で、結論というか、そのおさらいになります。この女性の安らかな笑顔に注意してください。ともかくも最後の晩餐という絵はですね、つまりは最後の晩餐というような晩餐を描いたものではなくて、これはイエスと、まあ、マリア、あるいはマルタの結婚式、もしくは婚約発表風景を描いたものであると考えるのはごく自然なことです。というのも、先ほど言いましたように、イエスの向かって左側に、まあ微笑んでいる女性はですね、これはどう見ても女性であり、ヨハネということには無理があるということですね。と同時に、マリアの名前というのは聖書の中にも最も多く出てきているということです。そしてマリア、マリアと呼んでいますけども、そのマリアというのは今でもなく、まあ、いわゆる聖母マリアのことでもないし、またマグダラのマリアのことでもないわけですが、マグダラのマリアと言われている人はイエスのそばに長くいたということになってきますと、その都度マグダラのマリアと断っていたわけではなくて、マリアという人物がそばにいたということになるわけです。で、そのマリアとは誰かという、まあ、謎を解くヒントがですね、つまりはマルタにあったわけです。つまりイエスの世話係、世話役をしていた女性ということになるわけです。では、そのマルタがイエスの妻であったかというと、まあ、マルタという名前は一度しか出てきていないわけですね。となると、やはりイエスの妻はマリアということになるわけです。となると、マルタとマリアの関係ですけども、姉妹という関係からですね、マルタの妹のマリアがイエスの妻になった可能性がぐんと高くなるということです。そういう点からですね、この最後の晩餐の中で表現されている、まあ、女性は、私はマルタ、もしくはマルタの妹のマリアであると判断しました。今のところまだ仮説と位置づけた方が正しいのかもしれませんが、しかしダ・ヴィンチなる画家はですね、このような手法で絵をたくさん描いています。例えば聖ジェロームをテーマにしながら神を描いた、あるいは岩窟の聖母をテーマとしてラミアを描いた、あるいは受胎告知をテーマとして魔女のストリクスを描いたなどなど、そうした例は大変多いと言いますか、その流れの中に最後の晩餐の絵もあると判断するということはそれほど間違っていないと思います。つまり最後の晩餐をテーマにして、つまりはイエスとマリア、もしくはマルタの結婚式、もしくは婚約発表の様子を描いたものというふうに考えるというわけです。で、その婚約発表もしくは結婚式の様子をこのような形で表現したということになるわけです。まあ、当然裏切り者のユダはいないということになるわけですね。ですから、まあ、中央左に描かれているのはヨハネではなくて、つまりはイエスの妻ということになるわけです。となると、この雰囲気ですね、今皆さんにもう一度ご覧いただきたいんですけども、この
まあ、女性ですね。これどう見ても女性なんですよね。その証拠に、岩窟の聖母の女性と全く同じということになるわけです。ですから、まあ、イエスの妻をですね、このように形でテーマとして描きながらも、その向こうで、まあ、魔女ラミアを描き、そしてその向こうでイエスの妻を描いたということになるのではないでしょうか。今確認していただいているのはですね、左の人物はこれは女性であるということですね。ヨハネであるというふうに位置づけるものですから、話がわけが分からなくなっていますかね、混乱するということになるのではないでしょうか。素直に見れば女性である。となると、この女性は誰かということなんですけども、流れからするとイエスの妻ということになる、イコールその妻イコールマリアということになりますと、まあ、マルタの妹のマリアと考えるのが自然な流れということになるのではないでしょうか。まあ、この女性をですね、左の女性をマグダラのマリアと結びつけてしまうと、やはりいろんな場面で無理が生ずるということになるわけです。もっと分かりやすく言えばですね、マリアは3人いたということになります。いわゆる、まあ、聖母マドンナのマリアと、それからマグダラのマリアと、それからマルタの妹のマリア、イコールイエスの妻ということになるのではないでしょうか。まあ、しかしマルタが妻であった可能性も捨てきれませんので、ここでは一応ペンディングということにしておきます。ということで、続く動画をどうかご覧になってください。最後の晩餐は、つまりはイエスとマリアの結婚式の様子を表現したものであるという大変楽しいロマンチックな動画ということになります。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient and not a modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Theological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject ofwidespread debate since it was discovered in 2012 because it includes the phrase Jesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which leads some to question whether women should be allowed to become Catholic priests.本題に入る前に一言。この絵は最後の晩餐と言われている絵です。日本語で晩と言いますと夕方を指しますが、英語で晩というと日没後から寝るまでの時間帯を言います。そのイーブニングにとる食事がサパーということになります。で、この絵の題はラストサパーとなっています。で、
中央にいる人物がイエスであることには間違いないと思いますが、向かってその左側にいる人物は、私はイエスの妻ではないかと考えています。つまりこの絵は世間一般で言われているような最後の晩餐というような深刻な絵ではなくて、むしろその真逆、もっと楽しい風景を描いた絵ではないかと考えています。広志林、浜松シティ、ジャパン。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告書によれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高いということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来、広く論争の的になっている。というのも、その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。その断片はまたこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になることを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。A controversial document that suggests that Jesus of Nazareth had a wife is most likely ancient.And not of modern forgery, according to a paper published today in the Harvard Technological Review. The papyrus fragment, known as the Gospel of Jesus' Wife, has been the subject of widespread debate since it was discovered in 2012 because it includes a phraseJesus said to them, My wife. It also mentions that she'll be able to be my disciple, which led some to question whether women should be allowed to become Catholic priests. Who is his wife and what is she?広志林、浜松セリ、ジャパン。レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる最後の晩餐の絵です。この中にイエスを中心として12人の弟子の姿が描かれているといいますが、本当にそうなのでしょうか。本当に12人の弟子なのでしょうか。右から順に名前を拾ってみます。サイモンです。タデウスです。マテューです。フィリップです。ジェームズです。トーマスです。そして今度は左端へ来てバーフ・ロメウです。ジェームズです。アンドリューです。手前にいるのがユダ、つまりユダです。そして後ろにいるのがピーター。そしてイエスの最側近にいるのがジョン、つまりヨハネです。念のために他の資料でも調べてみました。同じです。特に注意していただきたいのが、イエスの向かって左側にいる
ジョンとそしてユダです。ジョンというのは最も重要な弟子の一人でした。が、私林浩司はイエスの向かって左側にいる人物はマグダラのマリアと判断しました。赤い色をつけてみました。が、これがもしマグダラのマリアならイエスは最も重要な最後の晩餐の席に女性であるマグダラのマリアを連れてきたことになります。ただならぬ関係ということになります。さらにその左にそこにいてはならない人物、つまりユダが座っています。緑色の色をつけてみました。もし赤い色の人物がマグダラのマリアであるとするならば数が合いません。12人の弟子のはずです。もう一人はどこへ行ったか、言い換えるとユダがここにいてはいけないということになります。がユダはいます。なぜでしょうか。がここにいる赤色で塗った人物はマグダラのマリアです。聖母マリアとマグダラのマリアは一人二役の、言うなれば操り人形マリアでした。その証拠がレオナルド・ダ・ヴィンチが描いたとされる岩窟の聖母の絵の中に残っていました。ルーブル版です。右が岩窟の聖母の中に描かれている聖母マリアです。そして左がイエスの向かって左側に座っている人物です。比較してみてください。全く同じです。衣服の模様も同じです。顔も違いがありません。やや垂れ目の目になっています。皆さん自身で確認してください。今日の最も重要なポイントです。この両者は同じです。ついでに衣服の色も比較してみてください。左の人物の服の色と下のイエスの服の色は赤と青がちょうど反転した形で同じです。ここまで同じであるにもかかわらず左の人物はジョン、つまりヨハネということになっています。なぜでしょうか。言うまでもなく、ここにマグダラのマリアがいるということはロマンカトリックにとってはまことにもってまずいということになります。が、誰が見ても向かって左側の人物はマリア、そして林浩司のマリアイコールマグダラのマリア説を重ねるならさらにさらにまずいということになります。が、この左側の人物はマグダラのマリアです。が、ここに座っている人物がマグダラのマリアであるとするとさらに深刻な問題が起きてきます。今まで人間史の中で永遠と積み重ねてきた12人の弟子とその名前が総崩れになってしまうからです。一人足りないことはもちろんのこと、イエスの最側近の人物がヨハネでないとすると順送りにドミノ倒しのように名前と顔がずれていきます。言い換えると、この最後の晩餐を土台にして考えてきた人間史は一体何であったかということになってしまいます。もちろん私林浩司はこの絵の中にユダはいるはずもない、いるべきではないと考えています。その理由の一つがミケランジェロなる画家が描いたとされるあのカッシナの戦いの絵です。あのカッシナの戦いの絵の中には12人プラスアルファの弟子が描かれていますが、ユダの姿はありません。ユダの手だけが水の中から出ています。が、
なぜかユダがいます。なぜユダがこんなところにいるのでしょうか。そしてヨハネはどこにいるのでしょうか。さらにマグダラのマリアがなぜここにいるのでしょうか。繰り返しますが、イエスにとっても最重要であったはずの最後の晩餐の席にマグダラのマリアがそこにいたということになります。つまりこの時点においてマグダラのマリアはイエスにとっては妻以上の存在であったということになるのではないでしょうか。右がイエス、そして左がマグダラのマリアです。同じような絵がイタリアのサンタ・マリア・マジョリーナ・カシドラルにあります。イタリアでも最大のマリア教会です。そこにこんな絵画が残っています。左がイエス、右がと言いたいんですけども、イエスよりも若い感じがします。イエスはこの時33歳前後ですから、その右にいるマリアは聖母マリアということはありえません。もし聖母マリアなら50歳以上になっているはずです。もう皆さんお分かりかと思いますが、マグダラのマリアはイエスにとっては妻以上、あるいは妻そのものでした。その証拠がイエスの妻の福音書と呼ばれているものです。以前からこの福音書があることは知られていましたが、偽物ではないかという説もありました。ともかくもそれについての結論が出ましたので報告します。ナザレのイエスには妻がいたかどうか、ハーバード神学報告ハーバードテクノロジカルレビューによれば、その論争になっている書類は近代に偽造された偽物ではなく古代のものである可能性が高い、 most likely と書いてありますけれども、ということが分かった。そのパピルスの断片はイエスの妻の福音書として知られている。それは2012年に発見されて以来広く論争の的になっている。というのもその中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。繰り返します。その中にイエスは彼らに私の妻はという記述があるからである。またその断片はこうも述べている。彼女は私の弟子になることもできるだろうと。このことは女性がカトリックの神父になるのを許されるべきかどうかという質問にもつながったと。結論ということになりますが、イエスには妻がいた。しかもその妻というのはマグダラのマリアであったということになると、ローマンカトリックにとっては誠に誠に誠にもってまずいということになります。つまり今までのローマンカトリックのあの厳しい戒律は何であったかということになってしまいます。言い換えると、今までローマンカトリックが作り上げてきた人間史は何であったかということにもなってしまいます。裏を返して言うと、これこそまさに捏造された人間史の一例ということになるのではないでしょうか。皆さん自身で判断してください。 Bye for now。Wikipedia
writes as follows. Mary Magdalene, literally translated as Mary the Magdalene or Mary of Magdala, was a Jewish woman who, according to text included in the New Testament, traveled with Jesus as one of his followers. She is said to have witnessed Jesus' crucifixion and resurrection. Within the four Gospels, she is named at least 12 times more than most of the apostles. ウィキペディア百科事典は次のように書いています。マグダラのマリアというのはユダヤ人の女性で、新約聖書によればイエスの弟子とともにイエスと一緒に旅をしたという。マグダラのマリアはイエスの貼り付けおよび復活を目撃したと言われている。4つの福音書の中でマグダラのマリアは少なくとも12回その名前が出てくる。つまり他の弟子以上の弟子であったと。広し林浜祭りジャパン。1500年後のつまりルネッサンスの時代に現れたイエス・キリストの操り人形芸術家であったのがレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。そのレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされる壁画が最後の晩餐の壁画です。その壁画の中央に座っているのがイエス・キリストということになります。そしてその向かって左側に座っているのが誰かということですけども、一般には弟子のヨハネと言われていますが、本当にそうでしょうか。ヨハネと言われている人物に注意してください。どう見ても女性顔にしか私には見えないのです。そこで調べてみると、大変よく似た人物が別の絵の中に描かれているのが分かりました。岩窟の聖母という絵の中です。この中央に座っているのが岩窟の聖母、つまりマリアということになります。拡大し先の最後の晩餐の絵の中に描かれている人物と比較してみます。この両者は全く違いがないという点で同じ人物と判断しました。2012年に発表しました。皆さん自身でも比較してみてください。つまり右が聖母、つまりマドンナ・マリアであるならば左もマドンナ・マリアということになりますが、年齢が合いません。右から左までの年月はイエスの生涯を考え合わせるなら少なくとも33年の年月が流れているということになります。右は聖母マリア、左はマグダラのマリア、つまり聖母マリアイコールマグダラのマリア、私のマリア一人二役説はこんなところから生まれました。つまり一般に言われているように、左の人物はこれは弟子のヨハネではありません。絵を見れば一目瞭然ですが、そのことを知っていた人がもう一人いました。それがもう一人の1500年後のイエスの操り人形芸術家であったミケランジェロ・ブアノルティです。1500年後のイエスは同じコンセプトをミケランジェロの彫刻を通して表現しています。ピエタ像です。処刑されたイエスを抱くマリア、聖母マリアということになっています。その顔と同じく
ミケランジェロが彫刻したとされる聖母子の中に表現されているマリアの顔と比較してみてください。この両者は全く同じですがおかしいと思いませんか。少なくともその間には少なくとも33年の年月が流れているはずですが、左のマリアは全く年を取っていません。一般にはマリアは年を取らなかったと説明されていますが、本当にそう考えてよいのでしょうか。がここに先に説明しましたように、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説を重ね合わせてみると、その謎が簡単に解けるのではないでしょうか。つまりダヴィンチなる画家の2枚の絵を通して表現されているその思想と、ミケランジェロなる芸術家の2つの彫刻を通して表現されているその思想がこうして一致しているということです。上がミケランジェロの2つの彫刻です。下がダヴィンチの2枚の絵です。向かって右が聖母マリア、向かって左がマグダラのマリアということになります。つまり繰り返しますが、聖母マリアイコールマグダラのマリア、一人二役説はこうして生まれましたが、それだけではありません。さらにその上にマリアイコールイナンナ・イシュタール説を重ね合わせてみると、ここに表現されているマリア・マリアはつまりは替え玉マリアということになります。私たちが知っている貼り付けにあったイエス・キリストが替え玉であったように、マリアもまた替え玉であったということになります。つまりイナンナ・イシュタールがマリアという替え玉を操って私たち人間を指導していたということになります。上の像がイナンナ・イシュタールです。もちろんイナンナ・イシュタールは人間ではありませんでした。神です。その証拠の一つがこの像の目の中に残っていました。このイナンナ・イシュタールの目に注意してください。目の中に目があります。つまりこのイナンナ・イシュタールはオーバーオールヘルメットをかぶっているということになります。ついでながらキリストが生まれる以前からイナンナ・イシュタールのヘブライ名ラテン名はマリアでした。エジプトでもマリと呼ばれていました。それはともかくも古代の神々も含めてマリアもまた仮面を必要とする神であったということになります。もう一度簡単に検証してみます。イナンナ・イシュタールです。そしてこのような仮面も見つかっています。左はオーバーオールヘルメット、つまりすっぽり型の仮面ということになります。そして右はいわゆるマスク、仮面ということになります。この両者は全く同じです。さらにイナンナ・イシュタールが仮面をかぶっていたという決定的な証拠を皆さんにお見せします。それがこの右の図ということになります。左の像をですね、右のように図解したというわけです。そして頭の後ろを見ていただきたいのですけども、その後ろには2本のマスクバンドが取り付けられているのがわかります。つまりオーバーオールヘルメットをこのような形でバンドで留めていたということになります。つまりイナンナ・イシュタールはこうしたオーバーオールヘルメットもしくは仮面を必要とする女神であったということになります。そしてその女神と人間の間に立ったのが替え玉マリアということになります。そしてその替え玉マリアは聖母マリアと言われているマリアとマグダラのマリアと呼ばれているマリアは一人二役の
同一人物であったということになります。言うまでもなく、イナンナ・イシュタールのシンボルマークは八方向に伸びる金星のマーク、そしてマリアのシンボルマークも同じ八方向に伸びる星のマークです。